課長入っていい？カメラ OK？こんにちは。あ、でも思ったより散らかってなかった。うん、思ったより散らかってないよ。ちょっと待って、ベッド斜めってない？いや、なんか自然と斜めっちゃうんだよね。え、なんでなんで。いや、これちょっと直していい？え、いいけど。え、なんでベッドこのままにしてるの？いや、別に実害ないし。あ、寝れるからいいかなって。そう、別に寝れる。寝心地いいうちも悪くなる。あ、そうですか。ちなみにアジオは今iPad、Mac、スマホ、Windows、 これを部屋でやってると。そう、結構電気は使っていらっしゃる。何も使うね。作曲の工程によっては Mac を開きながらそれにミニキーボードを接続して、さらに Windows を使うような状況もある。わあ。電気使ってますね。使ってますよ。電気とインターネットが主食です。何でしょう。 OK Google、 明かりをつけて。プロジェクターにワイヤレスヘッドホンに MacBook やろ。で、サブディスプレイに、これは iPad mini で、デスクライトに、こっち会社仕事用で、もう Windows のパソコンにサブモニターやろ。あとこれがね、あの電子書籍リーダー、 Google ホーム mini とスマートネットリモコンのネイチャーリモで、冷蔵庫、プリンター、空気清浄機。あ、そんなもんか。思ったらいいのかないよ。いやいや。これか。あのこれ、うんうん。あ、結構ね、家電が多くて、もしかしたら贅沢な暮らしをしてるって思われるかもしれないんですけど、一気に買ったわけじゃないんだよね。まあ別にそうね。でもこの辺はパソコンとかはもう仕事に必要なもんだし、必要な家電だよね、プリンターの空気清浄機も。うん、まあ、ちょっと贅沢かなっていうのは、プロジェクターとヘッドホンとか、うん、あのプロジェクターは開けてもらったやつですから、外ではお金使わないから。だから家電製品使うのは許してほしい。なんか他にも紹介するとしたらね、マウスよりも絶対トラックボールがいい。いや、もう十分です。もう長い。オペペの紹介パートだけで動画が一本になってしまう。先月の10月分の電気料金は、やっぱね、電気代はね、上がってる気がする。前年と比べてさ、使用量は同じとか減ってるのに、金額は上がってんだよね。ああ、電気代そのものが上がってる。でも電気使用量も多い、うちは。我が家の防災対策としてはこちらのね、ポータブル電源。君たちは電気を使いすぎじゃないですか。いや、君たちはっていうか、あなたです。Netflix 見てるから。見てます。みんな使いすぎだよね。というわけでね、まあ、今日はその電気がない生活を一回体験してみようと、うん、で、電気がないかった場合にどういう備えが必要なのか、それを検証していこうっていう、そういう一日です。でついてますけど、電気だけは OK ということにします。明かりをつけていい、うん、
うん、あ、でも夜は、あるけどね、うん、まあ夜は消すよ、うん。これはでも見やすくするためにね、仕方がないことですね。大人の事情です。めんどくせえ。またこれです。これね、今まで何回か紹介したけれども、いつものジャクリーのポータブル電源で、最新のやつ。ジャクリー1000U は、他の家電と並べてもコンパクトで、片手で持ち運ぶことも可能。安全長寿命のリン酸鉄リチウム電池搭載で、10年以上使用可能な上、スマホアプリで状態確認や遠隔操作もできます。緊急充電モードでは1時間で満充電と、パワフルで頼れるポータブル電源です。 1500W まで使えるんで、まあ、大体家にある家電製品が 1500W 以下なら何でも動かせます。というわけで今日はね、お湯を沸かしてカップラーメンを作ろうと思います。うち電気ケトルがないんで、卓上のこれなんか電気コンロ、 IH コンロと鍋と使って沸かします。で水もね、これ期限切れした備蓄用の水で、水はなんかね、賞味期限関係ないらしくて、ちょっと本水が離れるけど、なんで賞味期限がある、まあ、消費期限があるかっていうと、だんだんと水分が蒸発していって減るんだっていう量が。これ2リットルだけれども減っていくじゃん。ある一定数減るとそれ売っちゃダメなんだってさ、うん、それが大体これぐらいの期間だったらまあ大丈夫だろうっていう。だから古くても飲めます。しかも沸かすからね、大丈夫だよ。まあ、新しいやつはもちろんちゃんと備蓄してますけどね、もうこれずっとね、キッチンに置いてたから、そろそろ使ってあげようと思ってね。置きっぱだった。おお、取れてた。ずっとちゃんと密閉されてたってことや。しびしのシラス台って動かされてる。ちなみに動かされてる。いい、動かしてくれます。おお、マックスだから。何やろ、何やろ。お目目はごつもり味噌。じゃあこれにしよう。おい、聞いてた。じゃあどうしようかな。箸持ってくる。こういうのは待たずに食べる派なので。そうだよね、あちよさ、お湯かけた直後から行くよね。チキンラーメンはさすがカップラーメンではやんねえな。このパリパリな感じがいいんかな。硬いくらいがちょうどいい。てかさ、メメさ、タイマーをアレクサでさやっちゃったらさ、電気代生活台無しじゃん。ほんとに無意識に。だっていつもアレクサに頼ってるんだもん。これちゃんと自分で3分ぐらい数えればいいじゃん。1、2、3。でもこれ何、謎肉じゃない？多分書いてあるんじゃないの、成分。豚肉って書いてあるよ、味付け豚肉。あ、そうなんだ、豚肉なんだ。災害時はこんな感じにはならないと思うけど、まあ、今日はね、楽しく体験するっていうことを目的にやりましょう。この後、君たちは本館なんかを読んでください。電気が使えませんから。サンプルの子、うん、サンプルの子、うん、停電で困るのは冷蔵庫。うん、アイスが全部溶けちゃう。いいじゃない、うん、うちも停電したらポータブルで2つあるやん、うん、1個はもう冷蔵庫にずっとつけっぱなしだ。うん、そうだね。冷蔵庫止まるのが一番困る。困るね。ポータブル電源はどのくらい？太陽光発電ができるから、室内に太陽があるだけである。おお。でも、太陽なくなったら、太陽なくなったら、ない。よし。ペペは読書中ですね。あ、あっち降りてきた。じゃあ、ちょっと散歩行こう。はい。散歩だ、散歩だ。天気も気候もちょうどいいね。散歩日和だ。ほんとね。やっぱこの季節が一番散歩しやすいかも。ね。短いけど。秋ってさ、夏と冬の境目に発生するちょっとした現象であって、単体で季節の名を冠していいほど長くないよ。この雑草の花、なんとなく秋って感じしない？うん、本当やね。こうやってさ、田舎の道を歩くことでデジタルデトックスしてんのかな。かもね。それでこうバランスを取ってんのかもね。田舎の道を散歩とパソコンで作業って対極の時にありそうなんでしょ。
あ、それで心身のバランスを取ってるのかな。かもしれん。だけ散歩が好きなんかね。あ、解放される感があるというか、うん、なんか散歩の景色好きなんよね、うん、知らない道歩いてる感じが好きだから、うん、だから遠くまで行こうって言ってるのにさ、思わないかさ、もうすぐ疲れるんだから。あちょに付き合ったらガチじゃん。晩ご飯はホットプレートでたこ焼きを作ります。こぼさないように入れるの無理じゃない。散歩から戻った後も電気なしで生活をしようと思ったんですけど、全然無理でした。意識せずに使ってる電気、それが本当にいいんだなと思って。で、水が限界、うん、結構粘っこい生地、こんなもんなのかな。あ、600cc だった。全然水の量が違いました。 600cc を 60cc って呼んでた。こっちゃん、今からノー電気生活再びです。はい、それでは今から、はい、せせずピンして、はい、それでは今から本格的な脳電気生活やります。興奮してきた。あー、なんで。あ、で一応この辺にね、明かり的なものを用意したけど、手探りでなんとかスイッチを入れて。おい、危険じゃない、この暗さでやるのは。これでたこ焼きを焼くんですか。これでたこ焼きを焼くんですよ。危なくない。これは危ないです。これで生活するってこと、停電の時って。はい、よ、こんなにどうにもならんのだ。ちなみにこれね、あのカメラは結構明るく映っとんよ。真っ暗、本当に真っ暗。本当に真っ暗よりちょっとこんぐらい、ほんのちょっとだけ明るい方がなんか怖いよね。まあ、これはちょっと現実的にたこ焼きは無理だね。ちょっと明かりをつけましょうか。明かりつけましょう。ちょっとここもまた大人の事情ということで。うわ、明るい。いやー、消した方が良くない。まあ、実際の停電の時は無理だけどね、たこ焼きは。そうね、あんまり消費電力が高い家電でわざわざ調理する必要もないと思うんだよね。うん、ただまあ、たこ焼きができるってことがすごいよね。タコがあるけど、タコいる人、タコいらない人、はい、うん、結局君たちは未だに焼きということですね、うん、一番こっち側のゾーンはタコ入りゾーンですよ。いいよ。タコ焼きってこんな作り方だっけ。もう好きでいいんじゃない。ちょっと具が多いかもしれない、うん、いらなかったら具を食べればいいじゃん。バーってやってたよ、確か。そうですか、確か。なんか見た目がタコ焼きじゃなさすぎる。こんな感じじゃない、ほら、うん、もういいね、丸くなった、丸くなって、どうすればいい。いい感じに焦げてくれれば、うん、たこ焼きのひっくり返したから。なんかタコが今、タコが飛び出てんかった。いや、気のせい。絶対気のせい。たこ焼きすればなんだかんだ楽しい形になってきたよ。うん、なんだかんだ言ってたこ焼きになるんですか。そうやね、たこ焼きじゃん、これ。たこ焼きなんだ。どう見てもたこ焼きよ。はい、見ました。美味しそう。うん、美味しそう、美味しそう。暗くして食べると。じゃあ、すべてさ、照明をさ、お目目の肌を美しく見せるのに必要な照明さんです。これを使うとね、肌がとっても綺麗に映るんですよ。うん、すごい。あれ、邪魔。え、明るくない。明るいね。邪魔。いらんくね。いらん。いや、何も映らないっていうか、何も見えん。何も見えんのここにしたいの。うん、薄ば。うん。うわとりあえずね、盛り付けよう。明るい状態で盛り付けます。おー、青のりあると全然違うね。うん、美味しそう。じゃあ電気消して食べる。うん、美味しい。なんかさ、暗いほど高級レストランみたいなのがあったりとか。フランスがそうだよね。いただきます。
美味しい？ちゃんと取れてるかな。ムネの皮もやばいかもしれん。誰が怖い話してる？お皿をさ、数える怪談話知ってる？うん、1枚、2枚、3枚。こうやって引く分には怖くないかもしれんけどさ、うん、いきなり寝てる間に聞こえたらマジで怖い。寝てる間に怪談をされてるっていう人生がまず怖いんだよ。海外のゾンビとかより日本の怪談の方がなんか恨みがこもってる。怖くない？なんか精神的な怖さがあるよね。ゾンビって割とさ、命の引きじゃん、本能的な怖さ、うん、日本の幽霊強いんだけど、なんか恨みがこもってるから恨みみたいな、うん、でも実際にさ、停電になったらこの状態で生活するってことだよ。無理やろ。無理よくない？ささっと無理しかない。いや、僕は何なさ。なるほどね。それが一番原始的な解決法。急にラーメン使ってる。ラーメン作ってコーヒー飲んだら、それで飲みとるから、なんか感じる。水とか、水はたくさん飲みたいかもしれない。そうやね。そういうのはよくわかった。いかに生活に電気と水が必要か。この後、暗闇で、なんか遊ぼうよ。何かくれんぼする。じゃあ、今から暗闇かくれんぼしまーす。じゃあ、先隠れて。よし。さあ、あれ？近くから声が聞こえたんだけどな。あれ？おい、怖いわ。怖い、あちらの影。あ、やっぱ今電気つけたけど全然違うね。明るいな。だからこそ電気がね、停電になった時とか災害の時はね、備えが必要だね。そう。